あれ、天逸。正弘様、明子姫はただいまいらっしゃいません。そっか、天逸は今夜は屋敷の守り。ええ、そのように聞いております。ですから正弘様をお守りすることはできませんが。俺のことは大丈夫だよ。他にも何人か新将が同行してくれるし。それより屋敷の方を頼んだよ。心得ております。正弘様の方のご準備はいかがですか。今夜決着がつけられると良いのですが。良気は侮れないからね。これまでも先手を打ってきたのは全部向こうだから。しかも勇気を上回る狡猾さを感じました。確かに奴は自分が勇気より上だと豪語してたけど、それは誇張でも何でもないしね。どうかくれぐれもお気をつけください。ありがとう。これは屋敷全体を包み込むように強力な結界が。正弘よ。天空、やっぱりこの結界は天空が。その通り。わざわざ屋敷の守りを確かめておるとは真面目なやつよ。一応念のためにね。出かける前に孝子の憂いをなくしておこうと思って。守りの方は心配無用。それより討伐に専念せよ。うん、わかった。わしが鍛えた剛魔の剣、うまく役立てるのだ。ああ、これで奴にとどめを刺す。わしはこの地にとどまり結界を守り抜かねばならん。お主の戦いをここから見守っておるぞ。正弘、渡したいものがあるの。これを持って行って。これは匂い袋。私のと一緒に新しく作り直したの。正弘の助けになればと思って。ほら、お揃いでしょ。ありがとう。秋子の匂い袋にはいつも助けられてる。何よりも心強いよ。私の代わりにその匂い袋が正弘を助けてくれれば、そう願いを込めて作ったの。きっと俺に力を与えてくれるよ。大切にするね。喜んでもらえたみたいでよかった。いよいよだの、正弘や。はい。なんじゃ、緊張しておるのか。心配するな、わしも離婚術で共に。え？それは心強いです。そうだろう、そうだろう。なんて言うと思いましたか？ま、普通は言わぬの。
だったら潔く諦めてください。爺様が離婚の術を使うと新将たちの視線が痛いんですから。とうとうこの時が来た。違法の対応、病気と決着をつける時が。奴は強い。その力はかつて戦った旧気をもしのぐ。勝てる可能性がどのくらいあるのか、それは俺にもわからない。でもそうだ、俺はアキコのため、そしてみんなのためにも決して負けるわけにはいかない。勝てなくても負けなければいい。とにかく奴を倒すんだ。たとえ奴と差し違えることになったとしても。正博。あ、アキコ。正博、そろそろ行くの？ああ、私心配だわ、正博のことが。心配ないよ。確かに強敵だけど、こっちにはゴーマの剣がある。新将も何人か同行してくれるし、負けないさ。正博、無事に帰ってくるわよね？正博がいなくなってしまったら私は。アキコ、お願い、必ず無事で帰ってきて。正博。約束しただろ。貴船の蛍、一緒に見に行こうって。ええ、必ず帰ってくるよ。じゃないと守れないもんな。正博。だから待っててくれ。俺は必ず戻る。信じるわ、マサヒロ。マサヒロ、そろそろ出発の時間だぞ。準備はいいか？ああ。貴船に寄ってから大文字山へ行く。長丁場になるぞ。覚悟はできているか？大丈夫だよ、できてるさ。今から出るのですか？天子。天子、おとなしく休んでいろと言ったはずだ。そろそろ出発と聞いて様子を見に来ただけだから心配しないで。体は大丈夫なのか？大丈夫と言っても良くなったわけでもないけれど。とにかく無理をしない方がいい。天子、もうしばらくの辛抱だからな。必ず両旗を倒してくる。それまでは耐えろ。分かっているわ。ただ同行できないのが無念で。それだけは諦めてくれ、今回ばかりはな。ええ。屋敷の守りはご心配なさらず。俺たちが残っているからな。安心して暴れてこい。頼む。相手はあの領旗だ。くれぐれも油断もせぬようにな。それと沖縄からの伝言です。剣を使うことにとらわれすぎるなと。武運を祈ります。わかった、ありがとう。貴船へはどうやって行くつもりだ？私でよかったら風に乗せてってあげるけど。戦いの前に怪我でもされてはことだ。貴船へは俺の風で連れて行こう。どういう意味よ？マサヒロ。爺様、今から出発します。気をつけるのじゃぞ、マサヒロ。何があっても無事に戻ってこい。よいな。はい、では行ってまいります。奉仕。本羽。
何をしに来た。良気は俺たちに任せて休んでいろと言ったはずだ。勘違いするな。お前たちの邪魔をするつもりはない。一言言いに起きてきただけだ。なんだ。あの時越英はお前たちを信じ、その未来にかけてお前たちを助けた。自分の手で仇を討てないのは辛いが、俺もお前たちを信じることにする。奴を、良気を倒してくれると。その思い裏切らないことを誓う。奴は必ず倒す。任せてくれ。頼んだぞ。ではそろそろいいか。貴船まで飛ばすぞ。ああ、ヤコ頼む。では行くぞ。ありがとう、助かったよ。では俺は戻るが、あとは頼んだぞ。お前たち、よし、じゃあ早速高尾の神に会いに行こうぜ。待ってくれ。どうした、正弘。高尾の神には俺一人で会ってくる。お前一人でだと？確かに用があるのはお前だけだが、大丈夫なのか、正弘。もっくんがいるといつも横柄な口調で話すから、かえってヒヤヒヤするよ。あのな、冗談だよ。ただ一対一の方が話しやすいと思っただけ。いいだろう。高尾神の神は味方と言っていい存在だしな。お前の判断に任せよう。じゃあ急いで行ってくるよ。しばらくここで待っててくれ。調子に乗ってあんなことを言ったものの、本当は少し怖かったりして。なんてたって相手は神様だもんな。誰が怖いと？だ、高尾の神、お久しぶりです。ついこの間に会ったばかりではないか。そうでした。で、傷は癒えたか？はい、おかげさまでこの通り回復いたしました。ところで高尾の神、今日はお願いがあってまいりました。分かっている。力を借りに来たのだろう。天空が鍛えたゴーマの剣です。ただ今のままでは力が足りません。この剣に良気を倒す力を与えてほしいんです。お前の相手があの旧鬼の同胞ともなれば、この高尾の力を貸す理由としては十分だ。よかろう。光が剣の中に吸い込まれた。よいか、一度きりだ。その剣を相手に突き立てた時、今封じ込めた力は一気に解き放たれる。席を切った本流のごとくな。しかしそれはあくまでも初立ちだけの話だ。以降その力は失われる。夢忘れぬことだ。わかりました、肝に銘じておきます。最後に一つだけ聞こう。人の子よ、神の力を借り、また己の命を危うくする。そうまでして戦う理由は何だ。自分の信念のためです。信念とは？俺はこれでも陰陽師の端くれです。そして陰陽師には都を守る責任があります。違法の妖異どもに
この地を汚させるわけにはいきません。その信念を持って俺は戦っているんです。なるほどな。しかし信念だけで動く人間は意外と脆いものだ。そうですか。本当の窮地に立たされた時、明暗を分けるのはもっと単純で原始的な己の感情かもしれぬぞ。覚えておきます。ともあれ、今宵お前がことをなすことができるか否か、それはすべてお前次第ということだ。その剣で力を存分に発揮するがいい。ありがとうございます。それでは行ってまいります。それで高狼の神は快く力を貸してくれたのか。うん、オーマの剣に力を封じ込めてくれた。けどどうした。一回だけしか使えないんだ。最初に切りつけた時だけ高狼の神が封じた力が発動するらしい。ということはその後は力がなくなってしまうというわけか。そういうことになる。それはそれで厄介だな。剣の使いどころを見極める必要があるということだ。ああ。あれが入り口か。とうとう来たな、この時。いろいろあったけど、これで最後だ。蹴りをつけてやる。天子を助けるためにも、や領域を滅ぼす。無論だ。よし、みんな準備はいいか。飛び込むぞ。相変わらず気味の悪いところだな。領域はこっちの動きを掴んでいると思うか。さあな。ただ偵察役のホームが戻っていない以上、警戒はされていると考えるべきだろう。本王の空物が解けてしまったことももう気づいているだろうしね。おじけづいたか、とうだ。なんだと。ま、お前にはそのくらいがちょうどいい。抑制の効かぬ力で暴れられたら迷惑だからな。セール、こんな時にまでいちいち突っかかるなよ。俺は好きで一緒にいるわけじゃない。ここへ来たのは領域が気に食わないからだ。それに俺はこいつを許してはいない。それを忘れるな。青龍。ともかく領域が気づいているかどうかでやることが変わるわけではない。行く手を阻むものがあれば蹴散らすだけだ。そうだな。あれこれ考えていても仕方がない。先へ進もマサヒロ、用心しろ。資料だ。領域の贄となった者たちか。突破するほかあるまい。それにしてもなんて数だ、両姫。今のは。やれやれ、ひとまずは軽くなぎ払っておいたが、
すぐまた集まってくるぞ。じいさま。生命、聞いていないぞ。俺たちだけに任せるのではなかったのか。そう怖い顔をするな、将来。ちょっとした事情というものがあってな。事情だと？よかった、なんとか間に合ったようだ。そのようですね。おう、それに天皇までなぜ来たんだ。天皇、屋敷で休んでいるはずではなかったのか。何をしに来た。どうしても伝えなければならないことがあったので、ここへ連れてきてくれるように私が法務に頼んだのです。そういうことだ。とはいえ、傷を負ったこの二人だけで行かせるわけにもいかぬゆえ、様子を見に来たんだ。天皇、伝えなければならないことって。両機の弱点が分かったのです。何？弱点だって？あの後、体の中の正気が一層激しくなってしばらく休んでいたのですが、その時一瞬ですが見えたのです。両機の中に仕込まれたものが。仕込まれたもの？隠し呪詛だ。隠し呪詛？それは一体？普段は休眠状態にあり何の影響も及ぼさぬ、術者が与えるきっかけで宿主を滅ぼすべく侵食を始める呪詛。いわば呪詛の種子。そんなものがなぜ領器の中に。おそらく仕込んだのは旧器だ。領器の力を恐れた奴が力を封印するのと同時に、もう一つ保険をかけておいたのだろう。何かあった時、領機を滅ぼすために。そうだったのか。天皇を蝕んでいる正気は領機のもの。無意識のうちに奴の正気をたどって、天皇は領機に同調してしまったのだな。おそらくその通りだと思います。隠し呪詛の場所は腰のあたり、経血でいう名門の位置に見えました。正弘、ゴーマの剣の使いどころは決まったな。ああ、初太刀をそこへ打ち込み、高尾の神に込めてもらった力を流し込む。そうすれば旧機の仕込んだ隠し呪詛が発動し、そのまま領機は滅ぶか。だけど問題なのは、あの領機を相手にそんな芸当ができるかどうかだ。それについては俺に秘策がある。ここまで来たんだ、ついでに同行させてもらうぞ。秘策もいいけど、うん、その体では。私も同行します。何を言っている。ダメだ、二人とも今すぐ屋敷に戻れ。コーチンの言う通りだ。気持ちは嬉しいけど、二人ともその体では無理だ。大丈夫、心配ありません。説得力がないな。天皇、自分で命を縮めるような真似はよした方がいい。天皇はお前たちのことを考えて言っているのだろう。連れて行ってやったらどうだ。知ったような口を聞くな。心象とて不死身ではないのだぞ。資料どもが問答をしている暇はないぞ。それにどの道天皇と本をここへ置いていくわけにもいくまい。それはそうかもしれんが。分かった、連れて行こう。その代わり絶対に無理はしないと約束してくれ。
分かっています。心得ている。チッ。マサヒロ、ここは引き受ける。一人で十分だ。お前たちは先を急げ。爺様。オンアビラウンケンシャラクタン。マサヒロ、行け、早く。はい。天候、顔色が悪いようだが、大丈夫か？大丈夫よ。正気の侵食が激しいな。もはや一刻の猶予もない。コーン、両機と戦いになったら天候を頼む。ああ、分かった。マサヒロ、気遣いは無用よ。私も一緒に両機と戦うつもりなのだから。そんな無茶だよ。何を言われても私の意思が変わることはないわ。これはどうしようもないな。こう見えて天候は心象随一の頑固者だ。一度心を決めたら決して翻さないからな。止まれ。勇気が増したな。いるぞ。やつか。姿を現せ、領域。わざわざ我が領域に踏み込んでくるとは、身の程知らずな奴らだ。そやつにかけた呪詛を解こうと考えてか、愚かなり奉仕。黙れ。先の戦いで我が弱っていると見くびったが、甘いな。この空間では我が力は増大し、貴様らの力は減衰する。結果は見えているということだ。甘いのはお前の方だ、リョウキ。貴様こそ私たちを見くびりすぎている。このマサヒロと俺たち心象の力をな。その身をもって愚が過ちを償うがいい。ならばその言葉証明してみせよう。人間とそれに下った式神夫人、雑魚が束になったところで我にかなうものか。望むところだ。今日こそ蹴りをつけてやる。